悠久幻想曲は、スターライトマリー制作、メディアワークス発売のシミュレーションゲームのシリーズ、または、その第一作目のタイトル。仲間と過ごす楽しさをテーマにしている。略称は悠久あるいはUQ。キャラクターデザインは全シリーズを通じて、モーが担当。なお、名前こそ違うものの、メディアワークスが過去に発売した、エターナルメロディがこのゲームの前身とも言えるほど、システム面などが酷似している。悠久幻想曲は1997年7月18日に、セガサターン版が、同年8月28日にプレイステーション版ソフトがそれぞれ発売された。50年前の戦火から復興した街、エンフィールド。様々な地域を旅してきた主人公はこの街の外れで行き倒れていたところを目が不自由な未亡人アリサに助けられる。主人公は恩を返すためアリサが経営している何でも屋、譲渡ショップで住み込みで働くことにした。経営は思わしくないものの、長く暮らしているうちに知り合いも増え、主人公はこのままエンフィールドで暮らしていくのも悪くないと思い始めていた。そんなある日、主人公は美術品の窃盗容疑で自警団に逮捕され、牢屋に入れられてしまう。もちろん主人公は身に覚えがないが、複数の目撃証言と主人公の部屋から盗まれた美術品が見つかったことで、真犯人でも見つからない限り主人公の有罪が確定することになる。万事休すかと思われたが、アリサによって抵当に入れた10万ゴールドという大金が支払われ、主人公は保釈される。しかし10万ゴールドは、譲渡ショップの店舗と土地を担保に借りたもので、返す当てはない。このままでは1年後に譲渡ショップを手放さなくてはならなくなってしまう。そこで、主人公は、保釈の日から1年後に町の住人の大多数の支持を得られれば再審を受けることができるというエンフィールド独自の法律にかけ仲間を集め何でも屋としての仕事をこなし町の人々の信頼を得ることにしたのだった。アルベルト、イブ、トリーシャ、ユラ、ローラは下記悠久幻想曲にメインキャラクターの項を参照。何でも屋の仕事をこなしていき1年間で住人の信頼度を一定値以上にするのが目標。まず、メインキャラクターから1年間苦楽を共にする3人を任意に選び、主人公を含めた4人で活動を開始する。仕事は1週間単位で行う。まず週初めに表示される仕事一覧から、請け負う仕事と担当者を決める。1件の仕事を4人で行うことも、1人1件ずつ担当することも可能。ただし、一人が複数件の仕事を同時に請け負うことはできない。仕事と担当者が決まると、1日ごとに成功、失敗が判定される。判定は、仕事ごとに設定された必要スキルのレベルで行われ、成功すると多く、失敗すると少なく達成率が増加する。なお、担当者が複数いる場合スキルのレベルは平均されるため、複数人で担当するより一人で担当した方が成功率が高い場合がある。ただし、一人で仕事を成功し続けていると有頂天になり、逆に失敗が続くと自信喪失になる。これを緩和させるには、複数人で一つの仕事をする必要がある。どちらかに傾いたままだと、仕事や各メンバーとの好感度に影響するため、休日に本人のところへ訪れて激励。注意するのに時間を割く羽目になる。また、苦手な部類の仕事を得意なキャラと一緒にこなして、成功させたりすることでその分野を鍛えることにもつながる。6日間で達成率が 100% 以上になるとその仕事自体を成功したことになり、満額の依頼料を得て、町の住人の信頼度が増加する。また、担当者のスキルのレベルが上がることがある。さらに複数人で仕事を担当していた場合、担当者同士の信頼度が上がる。主人公が特定の日に、特定のキャラクターと特定の仕事を受けると、イベントが発生する。一つは会話パートのみで終了するもので、適切な選択肢を選ぶことで、仕事の成功、失敗が決定する。成功する選択肢のパターンは一種類とは限らない。もう一つは、ライバル2チームとすごろくを行う。勝つことで仕事が成功する。週末は休日でスキルを鍛えたり仲間のところへ遊びに行ったりすることができる。PS 版の CD を PS 本体に挿入し、音楽 CD 画面で再生すると SS 版の OP と ED を聞くことができる。PS 版はファミ通クロスレビューでは7、5、6、7の25点。レビュアーは仕事のシステムや最終目標が数字でわかりやすい、画面が見やすく操作がいいとしたが、戦闘や育成、ミニゲームといった要素はどれも薄い、システムが面倒、表情の変化はあるが会話が静止画で長く続く、セリフを飛ばそうとすると間違えて決定にしてしまうこともあったとしたほか、イベントについて量と質両方でボリュームがあるとしたものと唐突だとしたものがおり、スタイル20点を置きすぎて、同メーカーのエターナルメロディのようで変わり映えがないとした。悠久幻想曲、セカンドアルバムは1998年2月26日に SS 版が同年3月26日に PS 版がそれぞれ発売された。悠久幻想曲の直接の続編にあたり、舞台は前作のエンディング直後のエンフィールド。主人公は崩壊間近の自警団。第3部隊隊員で、第3部隊存続のため奔走することになる。前作のサブキャラクターだった、アルベルト、イブ、トリーシャ、ユラ、ローラがメインキャラクターに昇格し、ボイスがないキャラには新しくつくようになった。また、前作のメインキャラクターもサブキャラクターとして登場する。ただし、シーラ・シェフィールドは音楽を勉強するために、他の町へ留学しており、今回は登場しない PS 版では OP 画面で一瞬出るものの SS 版では OP 画面で頭しか出ない。メインキャラクターから3人を仲間に誘い、依頼をこなしていくという流れは前作を踏襲している。また、特定のキャラクターと特定の仕事の組み合わせで発生していたスゴロクイベントが任務スゴロクとして独立し、各仕事内容の依頼期間内であれば、いつでも任意に請け負うことができるようになった。システム面では、前作ではできなかった休日時のデータセーブロードが可能となっている。エンフィールドの苦情処理を担当している、自警団、第3部隊。人望厚いノイマン隊長のもと、懸命に働く、第3部隊は、町の人々からの信頼を得ていた。しかし隊長が亡くなったことで隊員の士気が低下し、自警団の予算削減によって苦情処理が有料になり、依頼が激減、さらに無料で苦情処理を引き受ける公安維持局が設立される。相次ぐ出来事に完全にやる気をなくした隊員たちは、次々と他の部隊へ移籍。第3部隊は主人公一人になってしまう。第3部隊を解散させたくないと自警団団長に直訴した主人公に対し、団長は1年間活動継続の後、町の人々の反応を見て、処置を決めることを提案。主人公はこれを受け入れる。ただし、第3部隊は、主人公一人しか残っていないため、まず仲間を集めなければならない。こうして、主人公は、第3部隊存続のため、行動を開始するのだった。永遠の親友の種類上記の通り、永遠の親友には英語版と日本語版があり、前者は竹川幸秀歌唱版しかないが、後者は上記の田中理恵歌唱版と竹川幸秀歌唱版の他に、宮村優子歌唱版と田中歌唱によるアカペラ版がある。よって永遠の親友は合計5種類存在している。また竹川歌唱版は最初にサビの部分を歌唱し、なおかつ、田中歌唱版よりもテンポが遅いため、フルで聴くと6分ほどかかる。なお、田中歌唱版はフルで聴くと3分25秒、田中アカペラ歌唱版は4分ほどかかる。また、竹川歌唱英語版の永遠の親友、And though you could have anyone minus は、後に永遠に君と、And though you could have anyone minus という曲名で、自身のベストアルバム、ダブルスタンダーズ A ビッグロック&ロールに収録された。PS 版は電撃プレイスタシオンドプス、ソフトレビューでは65、60の125点。レビュアーは、ストーリーは前作より練られていて楽しめる、エンディングの演出など、細部の向上、歌や声優陣は豪華。だが、システム変更で難易度を下げたことによってエンディングは楽に見られるが簡単すぎて、ゲーム性が損なわれていて、すごろくバトルが任意なのも納得がいかない。前作のファンか愛着の強い人でないと楽しめない、門戸の狭いゲームになってしまったとした。悠久の小箱1997年12月11日に SS 版のみが限定発売された。悠久幻想曲、セカンドアルバム発売前に出た作品で、悠久セカンドの情報やイラストを多数収録しているのが特徴。ファンディスクの一種。OP 曲は誰よりも何よりも。出題される問題はユーザーから公募で集められたのが特徴。採用された人はスタッフロールに名前が掲載された。悠久幻想曲アンサンブルは1998年12月10日に PS 版と SS 版が同時に発売された。悠久幻想曲のファンディスクで各キャラの後日談等のエピソードが収録されている。また、ハメットを主人公とした外伝エピソードも収録され、本編には声のなかったハメット役に関智一、トウヤ役には小杉十郎太が起用された。このほか本編には登場しなかったマリアの父、モーリスが登場する。悠久幻想曲アンサンブルには1999年3月4日に PS 版と SS 版が同時に発売された。悠久幻想曲2のファンディスクで各キャラクターの後日談等のエピソードが収録されている。トウヤの過去にまつわるストーリーをアレフ・コールソンの視点で描いた外伝エピソードも収録されている。悠久幻想曲、悠久幻想曲、セカンドアルバム、悠久幻想曲アンサンブル、悠久幻想曲アンサンブル2をまとめたもの。悠久幻想曲3パーペチュアルブルーの体験版 CD ロムを同梱。PS 版は1999年10月14日発売。SS 版は2000年12月7日発売。悠久幻想曲3パーペチュアルブルーの体験 CD ロムがなく、悠久の小箱が加えられている。テレホンカードなどもついている。なお、この作品が日本の SS 最後の作品になった。悠久幻想曲3パーペチュアルブルーは、1999年12月22日に PS 版とドリームキャスト版が同時に発売された。PS 版と DC 版の大きな差は、イベント CG の解像度とデータの読み込み速度。シナリオの相違点はないが、一部に音声が追加され、セリフも書き換えられている。悠久幻想曲シリーズの第3作で、システム面やキャラクターを一新した作品である。舞台は、エンフィールドではなく、同じ世界のどこかに存在するシープクレストという湾岸都市。前作に登場していた地名などがセリフに出てくる。パーペチュアルブルーは悠久の壁を意味する。主題歌はゲットマイセルフ。エンディング主題歌はリガン流にのっては2000年8月24日に PS 用ソフトとして発売された。本作はこのシリーズの最終作であり、前作のキャラクターが一堂に集められたパラレルワールドの学園物になっている。そのため、ストーリーは過去の作品とは全く関係がない。プレイヤーは生徒として登場する28人の中からプレイヤーキャラクターを1人選び、1年の学園生活を送る。必須科目のミッション授業をこなし1年後の進級判定で合格すること、他の生徒や教職員と仲良くなっていくことが目標である。なお、この作品のミイブを川村マリアが担当。また、悠久幻想曲3では、声のなかったルシードには、ドラマ CD 版と同じ石田明が起用されている。ありがとうございます。